伊藤エマプロデュースした伊藤エマです。来月11月3日から5まで近鉄アート館にて僕の新作イカロス戦記というものを上映いたします。最近の伊藤エマプロデュースの傾向としましてはダークファンタジーを主眼に置いてまして、今回もかなり派手でとても夢見がちで心に刺さるような人間ドラマを描こうと思っておりまして、この、ね、TV であえてネタバレ的なことを言うと古代の世界を描くつもりです。実際問題ね、こう我々の人間の歴史が100万年でございますけれども、恐竜とか古代生物の歴史って2億5000万年ございまして、その間にどんな、いわゆる生命の流れがあり、その中で哺乳類だと我々の先祖はどう生き抜いて今に至るのかということで、恐竜やその水中古生物が、時代を謳歌した時の命が何で滅んでいったか、でその中でなぜ哺乳類だけがで、しかも我々のような猿やいろんな食動物とかに、ね、発展していく礎になるような生き残り方をしたのかっていうのをイカロスという、古代伝説、太陽に挑んで羽を割れた男の話をモチーフにしまして、その羽を自分で揉むのか、それとも揉まれるのか、生き残るためには太陽に向かうのか、それとも地に降りるのかという選択を表現するような演技になっておりますので、どうかお楽しみください。お待ちしています。